はいどうも皆さん、こんにちは。サーディのコ野のゲントです。今回ですね、2021年度の共通テストの数学、最初の共通テストですね。その問題の誘導を完全にそぎ落としたバージョンを解説していこうと思います。これね、冗談抜きで超いい問題なんですよ。っていうのも、共通テストはですね、センター試験よりもね、より顕著になったのが、 二次試験ととの境目がなくなくったと全く誰もが見たことないような問題今回はね正十二面体の問題まあ普通ね演習でやらないじゃないですかそういう斬新な問題をいかにしてね今まで学んできたことを使って倒していくかこういう能力がね問われてるなっていうふうに感じたんですねまあもちろんね 共通テストは誘導があるわけですから、幾分楽になってると。じゃあ、二次試験でね、こういう問題が出てきた時に、どういう風に倒していけばいいのかってことについて、しっかりと学んでいきましょう。それでは問題。以下の一辺の長さが1の正十二面体において、OB1 ベクトルと OB2 ベクトルの内積を求めようと。こういうベクトルと、こういうベクトルがあると。まあ、まずはね、 オーソドックスな考え方でやっていって、最後にね、こんな解き方ずるいよっていう解き方でやっていきます。まずはオーソドックスな方法。こういうね、ベクトルの問題。まず皆さんだったら何を考えますかまあね、ベクトルの問題って実はですね、もう型があるんですよね。なんかごちゃごちゃ、新しい発想、うん、この問題の場合はどれ使えばいいのかなとかね、悩むね、ことって必要ないんですよね。実は。 ベクトルっていうのはもうパターンがあって、ま、今回空間ベクトルですよね。空間ベクトルは3つの基準ベクトルを作ると。もうまず最初そこから。これがね、基本ですよね。で、それらの基準ベクトルっていうのは視点が揃ってると望ましいんですね。ま、今回 OB1 ベクトルと OB2 ベクトルっていうのを見てあげれば、基準となる3つのベクトルって OA1 ベクトル、OA2 ベクトル、 OA3 ベクトル。この3つがいいかなっていうことはわかるわけね。よろしいですかね。まあ、一つね、注意点挙げるとすれば、OA1、OA2、OB1 とかってしちゃダメだよ。 すべてね、同じ平面上にあるわけだから、結局、そのね、平面上のものしか表せなくなるでしょ空間なわけだから、ちょっと難しい言葉を使うと、一時独立となる三つの基準ベクトルをしっかりと定めてあげる。そうすることによって、世の中にあるすべてのベクトルっていうものが、この基準ベクトルで表せるよねっていうことは言えるね。要は、このね、OB1 ベクトルも OB2 ベクトルも、ちゃんとこの三つのベクトルで表すことができる。 まあちょっとね、簡略化のために A ベクトル、B ベクトル、C ベクトルという風に置き直してあげます。じゃあ次にね。まあぶっちゃけ、ここから OB1 ベクトル、OB2 ベクトルっていうものを求めていけばいいんだけど、全体像を把握っていう観点からちょっとね、別の見方をしますっていうのは、3つの基準ベクトルを作ったら、どういう情報が分かれば最強か。こういう情報があればもう無双できるよっていうのがあるんですね。それが、大きさと内積。 二つのベクトルで言えば A ベクトルと B ベクトルだったら大きさと内積の三点セットなんだけど空間ベクトル、三つの基準ベクトルの場合は三つの大きさと三つの内積が出てくるよね。これらが分かればもう最強なわけ。もうね、このね、六つをね、ちゃんと おさえに行くことによって、どんな問題も解けるようになるんですね。こういうふうに、これさえ分かれば最強っていうものがあれば、逆に足りないものっていうものを積極的に求めていくっていうことができますよね。で、今回で言うと、大きさっていうのは全部当然1なわけ。ね、大きさは1。で、内積ってこれも対称性より、まあ1 × 1 ×コサイ108度。全部一緒だよね。まあここの部分はコサイ108度ということが分かる。 まあ今回ね、cos18 度を求めに行くより、ちょっとね、ベクトル的な考え方を使って、この内積を求めていこうとは思うんですけど、まあ、とりあえず、ね、1×1×cos18 度っていう関係になってるわけだから、全部同じだなってことはわかるわけ。じゃあ、このね、情報を使ってあげて、次ね、考えたいのが、この、まあ、ゴールとなる OB1 ベクトルとかを、A ベクトル、B ベクトル、C ベクトルを使って表してあげる。 こういう流れが基本的な考え方ね。もうベクトルってね、全部パターンなんですよね。そうすると、まあ、このね、OB1 ベクトルだけに着目してあげたら、結局、この正五角形状で完結してるわけでしょこの正五角形状で完結してる。とすると、OA1、AH、ベクトルと OA2、AH、ベクトルだけを使って、この OB1、AH、ベクトルが表せるということがわかるよね。 じゃあ、あとはどういうふうに求めていけばいいかというと、んこれ、えー、っと、OB1 ベクトルっていうのは、こいつらを使ってどう表せるかなって考えたときに、まぁ、あ、OH ベクトルから足りないのは A1B1 ベクトル。んこれちょっとなんか難しそうだな。一方で、OA2 ベクトルと比べて足りないものって、ここでしょ そうしたら、あ、OH ベクトルと A2B1 ベクトルって平行だなっていうことに気づくわけ。ここにね、気づければもう勝ち。OB1 ベクトルっていうのは OA2 ベクトルプラス A2B1 ベクトルと、こういうふうに分解することができて、OA2 ベクトルは B ベクトルでしょこれで表せる。で、A2B1 ベクトルっていうのは OH ベクトルの ま、定数倍ということが分かるよね。K 倍の A ベクトルと。これ A ベクトル、B ベクトル、C ベクトルだから、K 倍の A ベクトル。じゃあ、あとは、この K っていうものを求めていけばいいよね。K って何かって言ったら、対角線の長さでしょ。正五角形の対角線の長さを求めていけばいいというふうになるわけです。まあ、これはね、センター試験のね、誘導では、いろんなベクトルを使った面白い解き方してましたけど、基本的にはもうパターンとして、 掃除でね、学んでもらえればいいかなと思います。まあ、こういうふうにビーと二等分線引くんでね。そうしたら、まあ、ここ36度、36度、36度っていう関係があるわけだから、えここをね、X というふうにすると、まず、 この部分が二等辺三角形になるから、1、1、1ね。この二等辺三角形、この二等辺三角形を使って、1、1、1がわかる。そうすると、ここも x なわけだから、ここの長さが x-1。で、最後、ここと、ここの相似比を使ってあげて、x 対1イコール1 x、1対 x-1。だから x 2、x2 乗マイナス x-1 イコール0を解いて、x イコール2分の1、プラスマイナス、ルート5の、 プラスの方。ね。正だから2分の1プラスルート5と、まあ、こういう風に求めることができるわけ。で、これはね、もう典型問題だから、もうパターンとしてね、押さえちゃいましょう。覚えちゃいましょう。ね。もう、今のね、ところについてこれないよっていう方は、しっかりとね、演習を積む中で、このパターンも入れておいてください。じゃあ、K がね、2分の1プラスルート5ということが分かりました。ね。2分の1プラスルート 5A ベクトルプラス B ベクトル。じゃあ、同じように、 ここ。今度は OB2 ベクトルも求めていきたいわけだけど、ちゃんとね、対称性を意識してあげてくださいね。っていうのも、OB1 ベクトルを OA1、OH、ベクトルと OA2 ベクトルを使って表したら、1 2分の1プラスルート5かけるこれ、たすこれね。まあ、OB1 っていうのは OA1、OH、の方に寄ってるよね。この2つのベクトルを使って、このベクトルを表すとき、こっち側に寄ってるでしょ。こっち側に寄ってるわけだから、こっちに2分の1プラスルート5倍。こっちに1倍。ね。 足してあげたものがここになるとそうするとね、この OB2 ベクトルっていうのも一瞬で求めることができる。まあ、OB1 ベクトルってやつが、さっきね、まあ、2分の1プラスルート5、A ベクトルプラス B ベクトルっていうふうにやったのと一緒で、ね、OB2 ベクトル。こいつについてみると、OA2 ベクトルよりなんでしょ ?OA3 ベクトルよりもね。まあ、これ B ベクトル、C ベクトルなわけだから、 1> 1 2分の1プラスルート 5B ベクトルプラス C ベクトルと。まあ、こういう風うに対称性が成り立ってるなあっていうことに気づけるわけね。そうすると、あとはこいつの内積を求めてあげることによって、OB1 と OB2 の内積ね。まあ、これかけるこれだね。かけるっていう表現はね、本当は良くないけどね。2分の1プラスルート 5A プラス B と、2分の1プラスルート 5B ベクトルプラス C ベクトルと。こういうふうになる。 そうすると、展開するとね、これもね、全部ね、馬鹿正直に展開するっていうことは必要なくて、A ベクトルと B ベクトル、これは内積でしょここ内積。これは二乗。これは内積。で、内積。A ベクトルと B ベクトル。B ベクトルと C ベクトル。C ベクトルと A ベクトルの内積っていうのが全部一緒だったわけだから、内積たちを、イコール K みたいな感じで置いてあげると、どうなるかというと、えー、ここの部分ね。 内積に対応するのが2分の1プラスルート5の2乗。2分の1プラスルート5と1。ね。こういう風になるわけ。で、それに B2 乗ね。ここの大きさの2乗は2分の1プラスルート5と。で、大きさは1だから、こういう風に求めることができるわけね。よろしいですかね。まあ、あとはこれをね、計算していけばいいわけなんですけど、 実はね、この2分の1プラスルート5が x2 乗マイナス x マイナス1イコール0っていう条件がね、成り立ってるっていうことを使ってちょっと計算を簡略化することはできるわけなんですけど、まあ今回ね、それに気づかなかったという体で進めていきます。これをね、ガーッと計算していく。で、あとはこの k の値を求めていきたいというふうになるわけね。k の値。k の値っていうのは、要するに正五角形があった時に、この2つの 内積でしょ内積。この二つの内積。で、これはもうまたね、パターンがあるわけですよ。まあ、もちろん、コサイン108のね、値を求めていってあげることもできるんですけど、ここと、ここと、今、ここに注目し症したわけね。1、1。今、対角線の長さが二分の1プラスルート5ということがわかる。もうね、お気づきの方、いると思いますけど、A ベクトル -B ベクトルの大きさが2分の1プラスルート5っていうのを使ってあげて、二乗してあげればいいのね。まあ、こういうパターンがあるよね。そうすると、 A ベクトルの大きさの2乗、マイナス2かける A ベクトルと B ベクトルの内積、プラス B ベクトルの大きさの2乗、イコール、これの2乗だから、4分の6プラス2ルート6。2分の3プラスルート5になるのか。え、これを計算してあげて、A ベクトルと B ベクトルの内積っていうものが、に移行して、マイナス2で割ってあげることによって、4分のマイナス1マイナスルート5かな ?1 マイナスルート5か。 こういうふうに求めることができるので、あとはここに k イコール4分の1マイナスルート5を代入して、ゴリゴリ計算してあげることによって、イコール0というふうに求めることができるわけです。よろしいですかねこんな感じで、結局ね、複雑そうな問題、正十二面体なんてね、演習したことないよという問題、そういう問題であったとしても、普段からいかにパターン学習をしているのか、ちゃんとね、本質をつかみながら、結局こういうことだよね、 っていうことを抑えられているかっていうのがポイント。ベクトルの問題で言えば、ちゃんとね、3つの基準ベクトルをね、作ってあげましょうね。で、どういう情報が分かれば最強かっていうことを考えていく。その上で、じゃあこの OB1 ベクトル、OB2 ベクトルっていうのは、その3つの基準ベクトルさえあれば、絶対表せるよね。で、このね、正五角形に着目してあげて、 まあ、こういう問題って、まあ、正六角形でよくある問題じゃないですか。どう分解していけばいいんだろうっていうふうに考えたときに、うん、OA2 ベクトルに足りないの、ここか、あ、こことここ平行だな、っていうことに気づけば、もう勝ち。で、その対角線の長さの求め方は、パターン問題。もうね、典型問題ですね。で、対称性に意識しながら、OB12B ベクトルを求めていく。で、あとは、この内積っていうところは、え、しっかりね、コサイン108度でもいいんだけど、まあ、こういう形で求めていけるようにする。まあ、こういった流れを抑えることによって、 こういうね、共通テストの一見ね、新しい問題でも取り組むことができると。まあ、こんな感じで誘導がなかったとしても、必ずね、まあ、同じようなステップを踏まなきゃいけないよねっていうことは理解してもらえたんじゃないかなと思います。じゃあ最後にね、この問題はね、びっくりする方法で解いてきます。今ね、OB1 ベクトルと OB2 ベクトル。まあ、結果から言うとね、内積が0になったっていうことは垂直なんだっていうことなんですけど、その垂直なんだっていうことがね、一目瞭然なんですよ。ここにベーって結んであげてください。 ob1db2 っていうものを作ってあげる。そうすると、今ね、この ob1 ベクトルと b2d ベクトルっていうのは、全く同じベクトルだということがわかるね。なぜかというと、この a2c1 ベクトルっていうものと比べてあげることによって、a2c1 ベクトルの対角線倍。まあ、二分の1プラスルート5倍。こっちも二分の一プラスルート5倍。ということで、ob1 イコール b2d と。 こういうふうに言えるわけ。すなわち、これ大きさが等しくて、かつ長さが等しいよね。だから、まあ、ここが長さ等しくて、かつ平行。この時点で OB1DB2 は平行四辺形確定なわけ。もっと言ってしまえば、これね、OB1 の長さって正五角形の対角線でしょ ?OB2 の部分も B1D も全部ね、正五角形の対角線の長さに等しいわけだから、ひし形が確定するわけね。ひし形が確定。 ひし形が確定する。じゃあ次にここの部分の角度っていうものに着目していきたいわけなんだけど、そこで見てほしいのが対称性。こういう正十二面体ね。っていうのは対象な部分が多いっていうことに着目してあげたら、これね。 B2O ベクトルと B2D ベクトルの内積と OB2 ベクトル OB1 ベクトルの内積 B1O ベクトル B1D ベクトルの内積 DB1 ベクトル DB2 ベクトルの内積っていうのは全部当然同じになるでしょ一つの頂点から正五角形がね3つ出ててそのうちの2つの対角線の内積って言ったらね、あの内側の内積ね当然同じになるわけじゃないですか。 このね、三角形と台形を含め台形と三角形、三角形と台形、三角形と台形を含む部分っていうふうに見てあげたら全部対称性より同じなんですよ。内積が一緒。かつ、こいつらの長さが全部一緒ってことは、まあ、定義ね。A ベクトルと B ベクトルの内積っていうのは大きさの積かける cosθ でしょ。 で、ここの部分が一緒。こ,この部分も一緒。この部分も一緒。ってことは、コサインシータが全部一緒なんですよ。まあ言い換えれば、角度が全部一緒。ひし形です。で、しかも、ひし形でここの部分の角度が一緒。もうどう考えても正方形でしょ。はい。ということで、ob1tb には正方形です。だったら当然、b1ob には直角です。内積は0ですと。と まあ、こういうふうに求めることもできるわけです。まあ、これはね、初見で気づくのは、まあ、基本的に無理ですかね。なので、 確かにこういうアプローチもあるんだ。数学って面白えっていう風に、このね、別解を聞きながら感じてもらえたらいいなと思います。今後もね、数学って面白い、そしてね、めっちゃためになったっていう動画をたくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいようっていうものをコメント欄に残してもらえると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう